アストーリア級巡洋艦は、イギリス海軍の防護巡洋艦。8隻が建造された。ドライドックで整備を受ける、カリブディス。艦艇部に貼られた木材がよくわかる写真。本級は、イギリス海軍が、自国の通称ロホゴと植民地警備を主任務とする一等巡洋艦として1889年度海軍計画において8隻が、設計、建造されたクラスである。 本級のタイプシップとして、アポロ級で問題であった両派性を改善すべく、全通した平ら乾板型の船体形状を採用した。これにより、排水量は約4000トン台に大型化した。本級は、艦底部を木材と銅板で飛膜したことにより、長期航海でも汚染に強くする工夫がされた。本級の武装、装甲配置を示した図。船体は、 タイラカンパン型船体である。水面下に昇格速射砲を棒立てのついた単装砲画で一機配置した。その背後の司令塔の上に、両脇に船橋を持つ操舵環境と短脚式の全部マストが立つ。船体中央部に日本煙突が立ち、その周囲はキセル型の通風塔が立ち並び、その外周は関西艇置き場となっており、日本一組のボートダビットが、 片言3組ずつ、計6組で運用された。原則甲板上には、複方の 12cm 速射砲が棒立てのついた、単装砲がで片言4機を搭載したが、前後部の2箇所にスポンソンを設けて、守備線方向への攻撃を可能にしていた。と、船体中央部にケースメイト配置で2機の片言5機ずつ、計10機を配置した。2番煙突の後方に、後部マストと、 後部環境が立ち、そこから看板一段分下がって、後部看板上に 15.2cm 方を棒立ての、ついた、単装砲がで一機配置した。この武装配置により、看守備方向に、最大で 15.2cm 方一門 12cm 方二門、減速方向に、最大で 15.2cm 方二門 12cm 方四門が、試行できた。ありがとうございます。